はい、どうもこんにちは、光のおじさんです。光のおじさんガジェット紹介動画へようこそ。今日のガジェットはこちらです。はい、ドン。ちょっとちっちゃいですね、バーコードで隠れてますけど、 UFO カウアブダクションです。これ何かと申しますとですね、まあ、ちょっととりあえず開けてみましょうか。デラックスメガキット。メガっていう割には結構ちっちゃいですね。はい、中身こんな感じでいろいろ入ってます。説明書で、こう緑のフェルト生地みたいな、あとは本、豆本みたいな、まあ、これ読み物になってるんでしょうね。ちょっと英語なんであんまり分かんないんで、挿絵が入ってたりして、まあ読み物なんでしょう。 Somewhere in New Jersey、 ニュージャージー州での話か、ニュージャージーのどこかでみたいな、うん、まあそういう内容でしょうか。あとこれですね、まあこれタイトルにもある通り UFO ですね。出しましょうか。よいしょ、こんな感じで、UFO とこう真ん中にこう宇宙人がね乗ってますよね。まあ、グレイっていうんですかね、緑色ですけどグレイが乗ってる、まあ、UFO と、であとはこうなんかバケツみたいなもんが入ってるんですが、包み紙を取りますと、はい、こんな感じでね、透明の筒と、これはね、牛ですね。いわゆるこれカウですね、まあ、カウ、牛、UFO ってなったらもうね、やることは一つ、そう、アブダクションです。本ではキャトルミューティレーションとかね言われたりしてますよね。つまりこのキットはですね、 UFO による牛の誘拐を再現するというキットなんですよ。素晴らしいですよね。まあ、どうやって使うかというと、説明書見ましょうか。一応説明書オール英語ですね。はい、わかりません。バッテリーセーフティー、あのバッテリーがねついてるみたいなんで、ちゃんとね電池駆動だそうです。まあ電池入ってるとすれば、まあここでしょうね。ただどうやって起動するかがさっぱりわかりません。とりあえずね、まずこの緑の、まあこれ牧草地ですよね、これを下に引いて、ここに牛をね置きますよね。でここに透明の筒を置きます。でここにですよ、この UFO をかぶせれば完成。完成ですね。ただこれ電池が入ってるんで、どうやって動くんでしょうね。ここがねいまいち不明なので、スイッチがねどこにも見当たらないんですが、まあ裏側にこう LED ライトみたいなもん仕込まれているんで、多分ここがね点灯するとは思うんですが、あ、ここ開きます。ハッチがね開くので、ここを、あ、こいつかな、ひょっとして。あ、動いた。聞こえますかね、この音と、あとこのライト。あ、結構ね、まあこれ、今明るいところで見てるんですけど、こう暗がりで見たら、なかなかこれはリアルなというか、しっかりこう、UFO の雰囲気出てるんじゃないですかね。これはサウンドも結構よく できてます。なかなかリアルな音。そしたらね、じゃあ、早速、この状態で、乗っけると。はい。これでね、結構ね、これすごいちっちゃいんで、まあ、おもちゃといえばおもちゃだとは思うんですけど、結構ね、舐めてたんですけど、意外や意外、すごいしっかりしてますね。長押しはこれ多分サウンドなし、ライトのみです。あとなんですけど、ここね、牛のこの背中に、なんかマグネットみたいな、なんかついてるんで、これおそらくですけど、アブダクトで、あ これちゃんと牛がさらわれた瞬間のサウンドっていうのもあるんですね。もう一回いきますね。あ、結構シビアです。いやー、素晴らしい。この状態で、あ、ダメだ。難しいな、俺。あ、いけた。はい。さらわれてる状態で、
保持することもできますいやー、なるほど。単純ではあるんですけど、すごいね、面白いギミックですよね。これはね、特にこうゲームができるとかそういうわけじゃないんで、本当にこれで終了なんですけどねまあこれちょっと電気消してみましょうか。暗い方が雰囲気出るんじゃないかな。いやー、素晴らしい。牛のね、UFO によるアブダクション、完全再現ですね。いや、実はね、もっと大きなタイプで、造形ももっとリアルなタイプの置物っていうのもね、存在してるんですけど、それはちょっとね、現状手に入らないので、代わりのものないかなと思って調べてたんですけど、これがね、Amazon で売ってたので、買うことにしました。まあ、お値段もね、1500円ぐらいで、そこまで高くないんで、こういう、まあ、UFO 好き、私も UFO とかね、大好きなんですけど、こう枕元に置いては、枕元に置いておけば、こういつでも UFO による牛のアブダクションが、再現できるという代物ですね。いや、なかなか面白いですね。この方向で牛入れると途中で引っかかるんで、 UFO にねちょうど今吸い上げられてる感じがして、雰囲気出てていいですよね。これもなかなか、このパターンおすすめです。はい、というわけで今日は、こちら UFO 買うアブダクションという商品のご紹介でした。 UFO ファンの方なら楽しめると思いますので、お値段も1500円ほどで買えるので、 UFO ファンの方にはおすすめです。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。 UFO 大好きだよっていう方、気に入っていただければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。